馬返し駅とケーブルカー日光工作鉄道線は、かつて、栃木県日光市の馬返し駅から明智、平駅までを結んでいた東武鉄道の工作鉄道である。馬返し駅で日光軌道線と連絡する形で運行していた。1970年廃止。A と B の2両が在籍し、初代と2代の2種が存在した。開業に備えて、汽車製造東京支店で、半鋼製車体を製作した。車体は、大枠長 1200mm、車体幅 2550mm の半鋼製で、定員は80名、自重は 8.5 トンを交渉した。側面の客用扉は3カ所に設置し、その間に2枚1組の側窓を階段上に2組ずつ設置し、各組の幕板部に半円状の飾り窓を設ける。妻窓は3枚構成で、その中央下部の腰板部に全消灯を設置する。台車はスイステオドルベル社製で、自動空気ブレーキと手ブレーキを備える、軸距 5000mm の2軸単台車である。室内灯給電用の終電装置として、特殊な構造のビューゲルを前後に各1基備える。更新前の巻き上げ機用電動機は常用は、ブラウンボベリー製115馬力、予備は、名電社製150馬力であった。1953年3月技車製造東京支店製の半鋼製車体と日立製作所製の台車よりなる。1953年2月5日から運輸営業を休止して車両を更新するとともに、それに伴い工作を 36mm 系から 38mm 系に変更、鉄筋コンクリート長桁を一部補強、車両長が伸びるため馬返し、明智平両停留場の乗降場階段及びピットを延長する工事を行い、同年3月18日から運輸営業を再開した。車体は大枠長 14160mm、車体幅 2600mm と拡大された。窓配置は頂上側から 1D2D2D で、幕板部の窓上辺を屋根の傾斜と合わせて、腰板部の総下辺は水平面に合わせた、つまり上辺が斜めになった台形の側窓が階段状に並び、床面もこの窓に合わせて階段状となるという特徴的な構造を備える。客用扉は 750mm 幅の片引き戸で、側窓幅は 1120mm。座席はロングシートである。車体の大型化により自重は 9.95 トン。定員は120人となった。車体傾斜の角度は 36% である。妻面は丸妻で中央に 1000mm 幅で下部が小さく開閉する背の高い大窓を設置し、その両脇に中央の大窓と同じ高さで 600mm 幅の一般的な二段上昇窓を置くという近代的な印象のレイアウトとなっている。全消灯は大窓中央上の屋根に埋め込まれるようにして、砲弾型の灯具に収めて設置されている。台車は、日立製作所設計のギーセライベルン式に、軸単台車で、軸距 7000mm と初代と比較して2メートル軸距が延伸されている。終電装置は、一般的なビューゲルを前後各1機ずつ搭載する。制動装置は、ギーセライベルン式で、手動制動機、自動制動機、及び足踏み制動機の3種を装備する。巻き上げ機用電動機も車両更新の際に日立製作所製に取り替え、常用は3相交流開放型誘導電動機250馬力1台、予備は180馬力1台で、走行速度は常用秒速 3.25 メートル、予備秒速 2.71 メートルとなった。馬返し明智平中宮市間の鉄道免許状が下付されたのは1926年5月のことであったが、1927年3月日光登山鉄道株式会社が資本金200万円で設立され、1929年3月工事施行の認可が得られたものの、昭和恐慌の影響で工事中止をやむなくされた。1931年11月に工事が再開され、明智平中宮市間は、鉄道敷設を諦め自動車専用道とし、1932年に馬返し明智平間 1.2km がようやく開業した。翌年には300メートルであるが架空索道を明智平から展望台間に開業させる。初代社長の植竹隆三郎は中宮市電力を経営しており、中宮市での工作鉄道の免許を1922年に得ていた。しかし、これを放棄し新たに日光登山鉄道株式会社を設立したのであるが、1928年、中宮市電力の電気事業を日光登山鉄道に譲渡すると1931年度には社長を降りてしまった。1933年に本社所在地が東京市本宿小梅1丁目2番の1の東武鉄道と同住所となり根塚一郎が取締役に就任している。1943年に不要不急線ということで架空索道線は撤去されたが、工作線は観光用のみならず、奥日光への実用交通機関でもあり、地元の陳情を受けて、存廃を検討中に終戦を迎え存続された。1945年には、後の東武日光軌道線を運営していた日光軌道に合併された。1947年に日光軌道は東武鉄道に吸収され、東武の運営となる。1950年には、架空索道線を復活させた。終戦後、観光がブームになり、軌道線、工作線、架空索道線が連携して、旅客輸送のメインルートになるが、やがて自動車時代が到来、道路整備が進捗するほどに観光バスや自家用車にその位置を明け渡していった。1968年に日光軌道線が廃止されたため路線バスとの接続を行うが、バスは奥日光へ直通するのでわざわざ途中の馬返し駅で工作線に乗り換える理由がなく、利用客が激減した日光工作鉄道線も1970年には廃線となる。残った架空索道線は1985年に日光交通へ移管された。廃止後も明智平駅の裏手から廃線跡の路盤やトンネルが残存している。また、馬返し駅の駅名標が長らく、明智平駅にて保存されていたが、2018年に東武博物館へ移されている。馬返し駅明智平駅、東武鉄道65年史447ページ、私鉄統計年報1963万1966年度版、日光登山鉄道時代に乗り合い自動車業と電気事業を兼営していた。ハット後の第二いろは坂の一部。ただし、1994年の明智平、バイパス開通により一部ルート変更され、旧道は廃道となっている。塩原電車、下野電気鉄道の経営にも関与しており、植竹の時の日光登山鉄道と塩原電車の本社所在地は同じ東京都京橋区西高野町にであった。鉄道免許状下付官報1922年4月21日、企業廃止許可、官報1926年5月24日、鉄道免許状下付官報1926年5月24日、鉄道省、鉄道統計資料、昭和元年第3編監督、P8、地方鉄道及び軌道一覧昭和10年4月1日現在、日本全国諸会社役員6。第36回電気事業要覧第20回昭和4年3月鉄道企業廃止官報1932年8月26日東武鉄道65年史932ページ地方鉄道運輸開始官報1932年9月3日全国乗り合い自動車総覧ありがとうございます。